クリストファー・ケネディ・ローフォードは、アメリカ合衆国の俳優、作家、政治活動家であり、ケネディ家の一員である、カリフォルニア州サンタモニカで生まれた。父親は、俳優のピーター・ローフォード、母親は、ジョン・ F ・ケネディの妹であるパトリシア・ケネディ・ローフォードであり、ジョン・ F ・ケネディは叔父にあたる。一人っ子でもある。クリストファーは、 元カリフォルニア州知事のアーノルド・シュワルツェネッカーとも親戚関係にある。ローフォードはタフツ大学を卒業し、ボストンカレッジ法科大学院で法学博士号を取得、さらにハーバード大学医学部で臨床心理学を学び、心理学の講師を務めた。2005年9月にシンプトムズオブウィズドローアル a メモ m ールオブ r ナップショッツ h o t リデンプションを執筆し、 この本はただちにニューヨークタイムズによりベストセラーに選ばれた。ローフォードは20年以上の俳優経験がある。ローフォードは上院議員、エドワード・ケネディのワシントン事務所で働いていた。他にもカロントリートメントセンターでカウンセラーを務めた以外にカリフォルニア州公共衛生顧問委員会委員も経験している。2018年9月5日、いとこのケリー・ケネディが ツイッターにて、ローフォードの死を告げ、弔意を表明した。同日、カリフォルニア州ハリウッドの法執行当局者は、TMZ に対し、ローフォードは、ブリティッシュ・コロンビア州バンクーバーのヨガスタジオで、心臓発作を起こしたと語った。63歳ボーツ、ありがとうございます。